どうも、ミロクソです。今回は仙台の秋保温泉花の湯っていうところに行く動画です。温泉が好きでね、ちょっと首が痛いな、肩が痛いなっていう時は温泉に行くのが一番ですねっていう動画です。はい、ビースピッパイシャドウプフィアンウィンビスピースピッパイ最強のパーチビスピースピッパイジャズソファーシーディファンディホンドステイティン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 Sorry, but I think you're fine. And I don't think you're saying such a joy. 対抗者なし Go! OK! さゆき Woo! あ、すごいヘアピン危ないあ、すごいすごいすごいやばい思った以上だぜケースケこれはお前86、おー来た来た86お前なんでウィンカーつけとんねんお前なんでウィンカーつけとんねんこっからダウンヒルケースケ大悟さんだこっからダウンヒルスペシャリストの腕前がお前あれだわーすごいすごいすごいヘアピンやばいやばいやばい行け曲がれ俺の86楽しいこれこれ道中が楽しいあこれ飛べるかも飛べ飛べわーおわーおわーすごいすごいわーやばいやばいやばいジャンピンジャンピンジャンピンなのこれ空中を描くラインこれ本当にこの道で合ってる本当にえこれ対向車来たら本当にこれこれ対向車来たらどうすんのああすごいすごいすごいああすごいえこれ本当にめっちゃ狭いんだけどこれ分かりますかねこれおかしいおかしい怖い怖い怖いこれあれなんか怖い怖いあれじゃないの到着しましたって言った瞬間になんか女の人とか立ってる系じゃないのこれあすごいすごいすごいえこんな道あるああこんな道おすすめするナビでめっちゃ山なんだけどまもなく右方向いやおかしいおかしいおかしいってめっちゃ怖いやんこれ何ここ川川きれい右はい怖っなんだこれテンションが上がってきたぜおいセカンダリータービン止まってんじゃねえのかおいあだだだだだあだだだだちょっとジャイちゃん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 ジャイあた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 すごいじゃんここどこまで行くのこれどこまで行くのこれどこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思い少しでも伝えたくて届けたくてわおわおそばにいてほしい狭っちょっと何これこれ両通なのこれやばいってわっ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 へい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 わっほっよーっすごいほらもうあいいよいいよもういいよあなんかここいい小さい頃は神様がいて優しさに包まれたならきっと右おはよう今日はなんて書いてんのこれ右行きますはいおばあちゃんが座ってたいいね和む和むあったあった真正面
花の湯ありました。すごい門構えでございますね。これ風情があってもうとてもワクワクします。僕みたいなもんはワクワクします。素晴らしいですね。ちょっと日帰り温泉ですよっていうのをアピールしながら、ちょっと車はどこに止めればいいんですか。車はとりあえずパーキングに、パーキング探しから始まる。空いてる空いてる、近くがいいな。パーキング近く、でも空いてないな。車ここ刑事ここいいかな、空いてるな。うん、こうしよう。ぶつかる。あ、大丈夫かな。うまくできちゃった、うまくできちゃった。これでは花の湯行っていきたいと思います。足も一休み、やかましいわ。昔旅人は長旅の疲れや傷を足で癒したと言われています。全身浴と比べエネルギーの疲れた時に最適です。足だけでなく体全体がポカポカします。いやちょっと待って、暑い。いやいや暑い。20秒も入れてられない。誰もいないんだけど。慣れてきた。なかなか、なかなかいいですね。こういうまったりした休日。暑い。ちょっともう限界。わあ、プールがあるんだ。へえ、川きれい。川はきれいですね。川はきれいってどういうこと？だってプール汚ねえんだもん。緑なんだもん。でも夏はね、きれいなんだ。いいっすね。川沿いの湯っていうねとこ行ってきました。なかなか絶景で良かったんですけど、反対側の道路からとりあえず盗撮できます。でも良かったです。で一個ね、大浴場があって、そこは露天風呂じゃないんですけども、そこがねよく体の疲れを取れる神の湯と呼ばれてるらしいんですね。神の湯、いい名前ですね。ということでもう帰ろうかなと思ってたんですけど、ね、俺露天風呂が好きなんですけど、その体に効く神の湯って聞かれるともう行くしかないなっていうことで、これから神の湯に入ってきます。行ってきます。
神の湯に入ってきました。神の湯は結構お湯は透明で、まあ、結構熱くてね。で、俺以外誰もいませんでした、神の湯は。で、どうなんですかね、明日になったら体の調子が良くなってるかもしれないです。そんな感じです。